ヤクタウンです。今日は4店舗サヌキうどん屋さん一気に見ることができる動画を作ってまいりましたので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ということで今日向かっているのは香川県高松市にあるサヌキうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は橋岡駅で 2.2 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては寺屋男子店さんであったり山盛さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日向かっているのは噂の麺蔵さんの方へ向かっていっております。それではこの噂の麺蔵さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが3.34点、そして Google の点数が 3.7 点となっています。営業時間は10時から14時までで、定休日は毎週火曜日、駐車場は約20台分あります。おすすめは柏ぶっかけです。2020年の3月に民家を改装した現店舗に移転してきました。僕が1年前に来た時はこの駐車場も舗装されてなかったんですけど、これ店主さんが DIY で舗装したということです。お店自体の改装も店主さんの DIY ととても器用にやられてます。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。入り口はポールで仕切られていて右側通行になっているので、それに沿って入っていきましょう。こちらセルフ店となっています。こんにちは。メニュー表は右の壁の上にあるのと、あと写真付きでもおすすめがいくつか飾ってあります。噂の麺蔵さんは揚げたての天ぷら、鶏天イカ天もすごく美味しいので、今回はうどんとセットになっているのを注文します。柏ぶっかけの冷やしょうで、野菜の天ぷらも取っておきます。かぼちゃ1個取ります。はい、はい、以上で、はい。まあ、鳥の気持ちですので、できましたらお呼びします。はい、わかりました。麺蔵さんはセルフ店なんですけど、極力出来たてを出すようにされてて、だからできるまで時間がかかるときはこんな感じでフードコートでよくあるような番号札を渡されます。できたらこの番号札が鳴るので、さっきの注文口に取りに行きましょう。店内はこんな感じになってます。民家をリノベーションして作ったということで、ちょっと普通のお店とは違う趣のある店内となっています。テーブル席にカウンター席、そして座敷席も用意されてて、この扉を仕切ったところからは外席で用意されています。でさらに入り口の方、自販機の前にはパラソルで設置された外席もあって、ほんと外で食べるスペースも充実しています。駐車場はこんな感じになっています。この店にたどり着くまでの道はちょっと田んぼとかがあったりするちっちゃい道なので、ここに来るまでが少し狭くて大変かもしれないんですけど、ここに来てしまえばもうこの舗装された道、店主さんの DIY なんですけど、この幅もすごく広いし、実際止めるところも広々としているので、車でも全然来れるお店となっています。番号札が鳴ったので取りに行きましょう。これ僕迷ってるんですけど、側面に音が止まるボタンがありました。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。ありがとうございます。薬味は受け取り口のすぐ横にあるので、
ここから好きなのを入れて食べていきましょう。それではいただきます。薬味で大根おろし、レモン、三つ葉が別皿になっているので、これも入れていただいていきます。柏天もかなり大きいサイズが3つも乗っているので、ちょっと避けてうどん食べていきます。あと面堂さんのぶっかけだしなんですが、これ一般的なのと比べて色が澄んで量も多いです。麺はムチッとした食感の中細麺です。しなやかなタイプなんですけど、それであってコシがあるうどんです。お店にも貼り出してあったさぬきうどんは飲み物っていうのと一緒で、のどごしと一緒に喉でも美味しさを感じれるうどんです。それではこの澄んだぶっかけだしもいただきます。これ個人的にすっごい好みなぶっかけだしでした。だしって言ったら、ぶっかけとあとつけだしって同じのを使っているお店が結構多かったりするんですけど、こちら麺堂さんはかけとぶっかけとつけで、それぞれ味が違うんですよね。でこのぶっかけだしは昆布がベースに作られてます。でちょっと甘めで、すっごい色が澄んでるのに旨味が強いんですよね。ぶっかけだしって言ったら結構醤油感が強めで濃い味の方が多いんですけど、それとはまた違った、もう飲み干したくなるような出汁でした。そしてこの柏天なんですが、揚げたてのサクサクです。熱々で中は油が滴るくらいジューシーで柔らかでした。一口では絶対に食べられない大きさのが3個も入ってて、これ出汁に浸して味をつけて食べるのも美味しかったです。それではかぼちゃ天もいただきます。これは揚げたてではなかったんですけど、それでいてしっとりの中にサクサクのある衣です。甘いかぼちゃで1個が大きいのも嬉しいですよね。今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。天ぷらなんですけど、熱々で出来たてがゆえに、この麺にこの鶏天の熱が移ってちょっとぬるくなっちゃうんですよね。であと出汁で衣がふやけてサクサク感がちょっとなくなっちゃうところがあったので、一度別皿に避難してもすごい出来たての美味しい状態で食べるっていうのが個人的にはおすすめです。今の店舗も外席たくさん用意されてるんですけど、自作でもっと拡大していくということでした。お客さんがゆっくり安心して食べれるようにということです。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで、今日向かっているのは香川県宇多津町にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は坂出駅で 3.5 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては麦さんであったり、麺屋七福別邸さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日向かっているのはセルフうどん麺太郎さんの方へ向かっていっております。それではこの麺太郎さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.50 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は平日が9時から14時半まで、土日祝が早朝6時から14時半までで、定休日は毎週木曜日。駐車場は約80台分あります。おすすめはぶっかけうどんです。土日祝は早朝の6時から朝うどんもできる高速坂出インターに近いお店。地元民が気軽に立ち寄れるお店を目指していて、大将はいつも元気です。競艇選手の中村明友選手、桃花選手の親父さんです。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。
入り口も駐車場も店の南北にあるので車止めた方から入っていきましょう。こんにちは。こちら店名の通りセルフ店となっています。入り口すぐにおでんが置いてあるので欲しい人は取ってから進んでいきましょう。ザルのショーで、はい、お願いします。平日の11時から13時の限定なんですが、定食も出されてます。唐揚げ定食ととんかつ定食なんですが、これかけうどん付きです。テイクアウトもやっていて、うどんからサイドメニューから本当いろいろと対応しているので、気軽にお申し付けくださいって書いてたんで気軽に声かけてみてください。すいません、まずお出しからね。はい、ありがとうございます。大将ですね。はい、いただきます。すいません、ありがとうございます。ごゆっくり。はい、ご飯物に天ぷらもたくさん並んでます。あんまりよそのお店で見ないようなのも置いてあって、やっぱちょっとそういうのを欲しくなっちゃいます。飯田っ子もあんまり天ぷら置いているお店見ないですよね。それではお会計して食べていきましょう。お願いします。ありがとうございます。はい、いただきます。薬味はこのレジのところにあるので入れていきましょう。個人的に僕ネギは何のうどんを頼んでもかけるんですけど、釜揚げの場合は僕だしに生姜を入れるんですよね。でザルには僕はわさびが合うなって思ってて、メンタロさんの場合はこのお店中央の薬味置き場にわさび置いてます。器の端っこの方にちょこっとつけて様子見ながら溶かして食べていこうかなって思います。それでは空いている席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。窓が広くてとても明るい作りとなっています。カウンター席、テーブル席、そして座敷席も揃っています。駐車場はこんな感じになっていて、これが北手側共有駐車場になっています。でお店を挟んで南側に進んでいくともっと広い駐車場があって、看板も立っているので入り口分かりやすいと思うんですけど、こちらであればでかい車でも悠々と止めることができます。それではいただきます。麺はみずみずしくて綺麗でしなやかな中太麺でした。噛み始めは結構こうムチッとしたような食感なんですけど、
中はもちっとしたしっかりコシのあるうどんです。麺太郎さんはつる、しこ、つや、張り、見栄えも食感もいいうどんを目指していて、そういう意味でざるうどんっていうのはそれがもうストレートに伝わりやすいうどんだなって思います。つけだしは少し甘めないりこの風味がしっかりと効いただしです。最近結構暑くなってきたんで、この冷たいだしのうどんが美味しいですよね。ちょっとわさびつけて食べると、この刺激がアクセントになって、ちょっと甘めなつけだしにやっぱりわさびって合うなって思いました。個人的に僕、わさび全部をだしに溶かして、味が均一になっちゃうんで、だしには溶かしたくないなっていう気持ちがあったんですけど、もう最初の段階でわさびがだしの中落ちちゃったので、その対策でだしの器にはわさびつけずに他の小皿とかに取った方が良かったなって今になって思います。それでは飯田子の天ぷらもいただきます。タコ、この衣と相まってもかぶほどに味が出るのが美味しいですよね。串に2匹も刺さってて食べ応えも抜群な飯田子の天ぷらでした。今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。おでんも鍋の出汁がすごい色濃くて、もう見るからによく味が染みてそうなんで、ちょっと次来た時は食べてみたいなって思います。で、僕この動画を作るとき、本当いろんなサイトの口コミとかを全部くまなくチェックしたりするんですけど、やっぱりその書き込みとして多かったのが、この麺太郎さんの接客に対してなんですよね。接客度で言えばナンバーワンとか、あと元気が良くて腰の低い爽やかな大将が経営するお店とか、本当に接客に対してものすごく評価の高いお店ですので、ぜひ食べに行って確認しに行ってみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで、今日向かっているのは香川県三豊市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は本山駅で 5.3 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしてはふるさとさんであったり、学べうどんさんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は白川さんの方へ向かっていっております。それではこの白川さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが、3.70 点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は11時から大体14時頃までで、玉切れ次第終了です。定休日は毎週月曜日となっています。駐車場は約30台分あります。おすすめは煮干し油醤油丼です。白川さんはうどん屋の大将でありながら、社会人落語家、釣り屋、白線としても活動されています。うどんと3種類のちくわ天が名物だったんですけど、そのうち20年続けてきたタコちくが製造中止ということで、それに代わる新商品も出ています。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは、一人です。はい、こちらサービス店となっています。カウンター席のみのお店で、数も限られているので、指定された席に着きましょう。はい、そして今回ヤクタウンの登録者 55,555人、お祝いで特別メニューをこの動画を見ている視聴者さんにも出してくれるということなので、ぜひ最後までご視聴ください。煮干し油醤油丼のショーで、今回登録者 55,555人記念をしてくれるんですよね。それも用意しとくで、ちゃんと。いいですか、じゃあそれとその記念のやつ。ちなみにそれって注文するとき何て注文したら。そうやな、何にしようか、ヤグちゃんとこの性格の記念やからな、はい、なんかそれっぽい感じの方がいいよな。ヤグちゃんと絡めた注文の方法、もうヤグちゃんが今言う言い方でいいで。じゃあヤグタウンの例のやつ。ヤグタウンの例のやつ。オッケー、よし、それにしよう。ヤグタウンの例のやつ。注文したらそれが出てくる。オッケー、それにしよう。はい、お願いします。オッケーです。はい、楽しみにします。
店内はこんな感じになってます。カウンター席だけでとてもおしゃれな雰囲気のお店です。駐車場はこんな感じになっていて、こうお店の前に数台止めるスペースがあるのと、ちょっと川から反対の方向に歩いていくと右手が奥に明るい茶色の三角屋根のお家があると思うんですけど、それより手前のこちらのスペースも駐車場となってます。いらっしゃいませ。まあまあハードやで、ね、これはい、お待たせ。これがヤグタウンの例のやつ。じゃあ例のやついただきます。それではいただきます。ヤグタウンの例のやつは白川さんで初のデカ盛りメニュー、天ぷら一本揚げの5種盛りでした。これはっきり言っても考えられないぐらい安いです。赤字覚悟の300円。まあでも僕の登録者のお祝い記念なので、もう甘えて注文してください。これ食べたのカニカマ店なんですけど、タコチクがなくなるってなって増えた新メニューなんですよね。ふわっふわな食感でも普通にカニ食べてるみたいです。それでこの5種類なんですが、カニカマ店にあとタイチクワ店、エビチクワ店にあとリニューアルしたタコチクワ店、それぞれもうまるっと1本揚げてるのと、それプラスその日の仕入れで決まる一品がシークレットで入ってます。この時食べてるのはソーセージ店でした。他にアナゴチクワ店であったり、あとガンスとか今の白川さんで出してるメニューで人気のやつも入ってくるということなので、それも楽しみにして行ってみてください。ちなみにレギュラーメニューのちくわ天3種盛りっていうのがあるんですけど、これタコチク、エビチク、あとタイチクの天ぷらで半分にカットされたの3種類で200円なんですよね。で今回の5本丸々入って300円っていうのは本当破格です。でこの破格だからこそ男性の方はあのシェアは禁止でお願いします。ただかなり量もあるので、あの女性と女性であったりと女性と子供であったりとかのシェアは OK です。それにしても多いなっていう女性子供用に一口サイズ5種類の150円のやつも用意されてます。それはヤグタウンの例のやつのちっちゃいやつっていうので注文してみてください。僕は毎回白川さん来るたびにうどんとちくわ天絶対セットで頼むくらいに好きで美味しいんですよね。ただ本当に5本1本盛りっていうのはかなり量があるので、相当お腹を空かせて食べに来てください。それでは煮干し油醤油丼もいただきます。煮干し油は提供の段階でもうすでにかかってます。薬味のネギと生姜が別皿で置いてあるので、それかけて、あと醤油もかけていただいていきます。この煮干し油めちゃくちゃ美味しいです。いりこがゴリッゴリに効いてます。旨味がこういりこの旨味がギュッと濃縮されたぐらい濃くて、口の中でこのいりこの香ばしさがバーッと広がるんですよね。もともと僕はオイル系のうどん自体が大好きなんですけど、ここまでパンチ力のあるいりこオイルっていうのはもう初めてでした。どうやらオイルもこの作ったのの最後の方で一番濃厚なのを僕食べたみたいです。いりこ好きな方にはもう絶対食べてほしいうどんです。麺自体もしなやかなコシのあるうどんで、それにオイルが絡んで喉越しもよくいただけるので美味しいです。今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。うどんと合わせてもう地下店でかなり
お腹いっぱいになりました。ぜひ食べきった方 SNS で画像アップしてみてください。それでは改めておさらいです。ヤグタウンチャンネル登録者 55,555人祝いということで、5にまつわった商品を出してくれてます。期間は2022年の5月10日火曜日から5月15日日曜日までの間1週間です。商品は2種類、ヤグタウンの例のやつ、この1本が5種類のやつですね、これが300円で注文できます。あと女性子供用にヤグタウンの例のやつのちっちゃいやつ、これで注文したら150円で一口サイズのが5種類乗ってきます。注意点としては、食べきる自信のある方のみの注文をぜひよろしくお願いします。本当に破格の赤字覚悟の値段で出してくれてます。男性はごめんなさい、シェア禁止で、ちっちゃいやつも注文するの禁止です。ただ女性や子供同士でのシェアは OK で、ちっちゃいやつも注文 OK ですので、ぜひあのこの機会に白川さん来たことないよっていう方も、あとちくわ天食べたことないよっていう方も、ぜひ試してチャレンジしてみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで、今日向かっているのは香川県高松市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらの店、最寄り駅は片本駅で750メートル程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては、小金井製麺所春日店さんであったり、セルフうどんキリンさんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日向かっているのは手打ちうどんますやさんの方へ向かっていっております。それではこのますやさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.66 点、そして Google の点数が 4.2 点となっています。営業時間は11時からだいたい14時頃までで、定休日は日曜日に祝日に第3土曜日です。駐車場は約23台分あります。おすすめはぶっかけうどんです。あの綾川の名店はゆかさんで修行されたという大将のお店。うどんは大将が一人で作ってるので、玉数に限りがあって、閉店時間一応14時ってなってるんですが、これあくまで目安、玉切れ次第終了です。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらセルフ店となっています。増屋さんのうどんは麺、だしともに修行元のハユカイズムを継いでいて、もちろん全く一緒っていうわけではないんですけど、ハユカさんで学んだ仕込みをベースに、そこに大将のオリジナル要素を加えて完成されています。だからコシの強い麺にいりこを使わないだしっていうような、ハユカさんとの共通点があります。冷たいうどんが大将の好みでもあっておすすめとのことなので、今回はそれ注文します。おろしぶっかけの冷やしょうで。大将一人で手打ちでうどんを作っているということで、過去腰をちょっと悪くして休んでいた時期もあったんですよね。だから年々1日に提供できる量もちょっと減ってきてたりするみたいです。だからできるのであれば14時ギリギリとかじゃなくて、売り切りになる前の早めな時間に来てみてください。はい、ありがとうございます。それでは天ぷらも取ろうと思います。取り皿にお箸持っていきます。うどん屋さんってあのお揚げ自体は置いてるお店多いんですけど、それを天ぷらにしてるっていうのはちょっと僕は見たことなかったので、今回それ取ります。それでは先にお会計となります。お願いします。はい、それでは薬味はレジの横に置いてあるので、ちょっと横にスライドしてレジを開けて入れていきましょう。ネギ、生姜、天かす、その他いろいろと置いてあるので、好きなのを入れていただいていきます。
それでは空いている席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。こじんまりとしていてカウンター席、テーブル席のみで構成されているお店です。駐車場はこんな感じになっています。川沿いを走っていくとこのお店につながる道があるのでそこに入ってください。珍しく駐車場の中央にも2台車を止める場所があります。それではいただきます。麺はちょっとすするのも大変に感じるくらいの超極太麺です。このお箸で持ち上げた時のこの麺の暴れ具合を見てちょっと強い麺だなって伝わると思います。もちっと強い弾力でいて、それでいてちょっと滑らかな感じもあるコシなんですよね。とはいえやっぱりしっかりと噛んで食べるも豪麺に値する種類だと思います。食べ応えが抜群です。マス屋さんの麺は冷たい状態で食べた時の食感が基準になっている、美味しいと思える食感で作られているので、初めての方は冷たいので食べるのがおすすめです。ぶっかけだしは色濃く結構甘めなだしでした。昆布に椎茸に今後の削り節がベースになっているということです。今回大根おろしもつけているので、そのおろしにだしを染み込まして食べるとまたさっぱり感も増して食べやすいだしになります。それではきつね揚げ天もいただきます。これ自分が想像してたのといい意味で結構違ってて、なんかしみしみに甘く炊いた普通のうどんの上に乗せるお揚げの天ぷらでした。だから衣は結構軽く崩れるようにサクッとしてるんですけど、中はしっとりこうじゅわっと甘い出汁が出るような感じで、すごい美味しかったです。今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。豪麺好きな方はもう絶対好きなタイプの麺だと思います。これから気温暑くなってくると冷やかけも人気になってくるということですので、冷たいうどんぜひどうぞ。ただ行く時間が遅くて、玉切れ終了にだけはならないように、まあ、13時とかよりかも早く行けるのが安心して食べられる基準の時間なのかなと思います。できるだけ早めに行ってみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。それではコメント紹介していきます。天くんママさん、国民栄誉賞のファイナリスト4人の中の1人、本当にすごい、ヤグさんのことを応援してきて誇らしく思います。ヤグさんのいろんな頑張りがいろいろな形になって帰ってきてますね、本当に素晴らしいことです。ということで、いつもありがとうございます。本当にもうなんか皆さんが応援していただけるおかげで選ばれたと思ってますので、はい。ただまだ選ばれてないんですよね。まだ選ばれてないんで、ちょっとまた、もう今は選ばれてるのか、ちょっとまた結果発表したいと思います。これからもどうぞ応援よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。